視聴ありがとうございます。北陸新幹線はくたか567号に乗車しています。今日は2020年6月20日です。今回は、北陸地方で活躍している国鉄時代の車両に乗ってみようと思い、やってきました。北陸を走る国鉄車両鉄道旅、前編。糸魚川に到着したところからスタートです。ここら辺は日本海に近く、新幹線からも見ることができます。北陸新幹線ってホーム柵にスピーカーがついているんですね。ちょうど反対側を上りの輝きが通過していきました。北陸新幹線って開業5周年なんですね。おめでとうございます。越後と姫路鉄道に乗り換えます。もともとは JR 北陸本線だったのですが、北陸新幹線開業に伴い、並行在来線であった JR 北陸本線は経営分離されることになりました。そのうちの新潟県内区間である直江津市ぶり間はこの越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインに移管されました。北陸本線だった頃は国鉄の413系などが走っていましたが、現在は機動車である AT120 型に代わり、路線のイメージが一新されました。16時55分発の泊まり行きは帝国通り発車しました。青梅に到着しました。よく青梅線の青梅とゆりかもめの青みが紛らわしいという話をよく聞きますが、この駅もかなり紛らわしいと思います。特に青梅と青みは漢字が全く一緒ですからね。ここら辺は日本海に沿って走るので、海が綺麗に見えます。市振りに到着です。越後ときめき鉄道はここまでで、市振りから先は愛の風と山鉄道となります。越後ときめき鉄道と愛の風と山鉄道の営業上の境界駅ですが、運行系統上の両者の境界駅はこの列車の終点の止まりとなっています。時刻表を見てみればわかりますが、市振り発着の列車はなく、市振りまで来る列車はすべて愛の風と山鉄道の止まりまで乗り入れています。越中宮崎に到着しました。愛の風と山鉄道の駅ですが、来るのはほとんど越後ときめき鉄道の車両です。泊まりに到着です。運転系統上は泊まりが両者の境界みたいなものになっています。なので泊まり行きの列車は両者ともに2番線に入線し接続します。なので、泊まりでは1つのホームに2つの列車を停車させる縦列停車をし、乗り換えやすくしているのです。ご乗車ありがとうございました。
終点泊まりに到着です。泊まりに到着しました。両者とも一部を除いてほとんどの列車が泊まり発着なので、このような感じで運行されています。一応ここに縦列停車の案内の看板が立っています。17時31分発の高岡駅を見送ります。停車中の車両をなんとなく撮影したんですけど、偶然にもトップナンバーでした。なぜだか知りませんが、自分はトップナンバーとの巡り合わせがそこそこいいんですよね。これから乗る17時50分発の富山駅が入ってきました。JR 時代は2番線は待避線だったため本数は少なかったと思われますが、現在は運行系統上2番線の方が本数が多くなりましたね。1番線は夜に富山方面からの糸魚川駅2本、3番線は朝に糸魚川発の富山方面の2本しか発着せず、まるで立場が逆転したかのようです。今到着した電車の接続を受けて直江津駅が発車していきました。ちなみに、なんで電車じゃないのかというと、糸魚川鍛冶屋敷間にデッドセクションがあり、硬直流対応の車両だとコストがかかるためだそうです。ここからは愛の風富山鉄道521系に乗車し、金沢を目指します。車内は JR 西日本でもおなじみの全館クロスシートです。関東人の自分にとっては新快速ってイメージしかないですけどね。17時50分、泊まりを発車します。ここで、この旅一つ目の目的地である西入善に到着です。ところで、なぜこんな何もない無人駅で降りたのかというと、西入善の駅メロを生で聞きたかったからです。西入善では、入善町出身の歌手、西島梢さんの楽曲、ただいまのアレンジメロディーが接近メロディーに採用されているのですが、これが感動的だと評判らしいので、降りてみることにしました。それでは、西入善の接近放送とメロディーを聞いてみましょう。A train will be arriving at platform 1. For your safety, please stay back behind the yellow line. やってきたのは18時22分発の金沢行き、国鉄413系での運用です。この日はイベント兼用の富山絵巻がやってきました。
富山の魅力を乗せて走る愛の風をコンセプトに、富山が誇る各地域の自然、食、文化の様々な魅力が愛の風をモチーフとした風の基本パーツを巧みに組み合わせてデザインされています。イベントがない日はほぼ毎日普通列車として定期運行されています。個人的にはただの黒塗りの高級車じゃなくて国鉄車ですけどね。ていうか乗務員カバン置きが学校給食のあれみたいですね。この車両、窓にもラッピングがされているため、車窓を見るにはちょっと向いていなさそうですね。夜なら暗くてどっちにしろ景色はよく見えないので、乗るだけなら夜がおすすめかもしれません。乗務員室後ろの窓だけラッピングされていないので、そこから景色を眺めようと思います。413系は普段はドアの開閉は手動なんですよね。この日は換気のためなのか各駅で自動で開閉しています。運転席はこんな感じになっています。車内が空いていたので窓を開けました。約1分間車窓をお楽しみください。富山地方鉄道本線と合流します。滑川付近は富山地方鉄道と並走します。こんな感じですぐ隣を走ります。何か来るでしょうか。東滑川に到着です。すぐ隣を富山地方鉄道が走っていますが乗り換えはできないようです。滑川駅を発車します。富山地方鉄道のホームを見てみると展示ブロックも何もない昔ながらのままのホームですね。さてこの先ももうしばらく富山地方鉄道と並走したのですが、残念ながら来てくれませんでした。夕日が綺麗ですね。翌日が夏至なので19時前でもまだ明るいです。富山機関区の横を通過します。2016年以降定期運用がなくなり色あせた EF81 を見ることができました。隣接する富山市一鉄道部にはこの時期は出番なしのラッセル車もいました。19時ちょうど富山に到着です。隣のホームにも413系が停車していますね。こちらの413系は新北陸色と言われる塗装です。北陸本線だった頃はよく見ることができましたが、愛の風富山鉄道に移管されてからは、今ご覧いただいているこの車両のみとなり、貴重なものとなりました。
車掌さんが放送していますが、爆音モーターのため聞き取りづらいです。神通川を渡るまで並走していた JR 高山本線と分かれます。太陽が沈んで夕焼けが綺麗ですね。速度計を見てみると時速100キロを超えていました。なかなかいい走りをしています。高岡を発車します。新幹線の新高岡は城花線に乗り換えて一駅のところにあります。高岡やぶ波に到着。2018年に開業した新しい駅です。栗原から先はなぜかドアは自動ではなく手動になるようです。愛の風富山鉄道内は自動で IR 石川鉄道内は手動になる理由が何なのかは知りませんけどね。周りが山なので暗いですが栗原に到着です。ここからは IR 石川鉄道に入ります。 IR 石川鉄道ももともとは JR 北陸本線でしたが、北陸新幹線開業に伴う並行在来線経営分離のために誕生した鉄道会社です。2015年現在は金沢栗原間が IR 石川鉄道となっていますが、新幹線が延伸すればその並行在来線も第三セクター化することになります。とりあえず鶴ヶ間では三セク化するらしいので、 JR 北陸本線は米原鶴ヶ間となるでしょうね。米原鶴ヶ間だけでもう北陸本線じゃって思ってる人絶対いるよね。そんなことを言っていたら津幡に到着です。ここで一旦降ります。切符を買い直して反対側のホームにやってきました。ここからは七尾線に乗車し、隣の中津幡駅に向かいます。実は、暗い時間帯にこの区間に乗車してみたいわけがあるんです。七尾線の電化方式は直流線 500V ですが、IR 石川鉄道線は交流2万 V なのです。つまり、これから乗る区間にデッドセクションがあり、電源切り替え中は車内灯を消灯するため、それを体験しようと思います。やってきたのは先ほどと同じく413系でした。このカラーは輪島塗りをイメージしているそうで、新型車両の521系にも受け継がれています。デッドセクションは駅を発車して1分くらいのところにあります。
デッドセクションはいかがだったでしょうか。最近の電車はバッテリーか何かで照明が消えないことが多いのでいい体験でした。導入された新型車両521系は照明が消えないのでこの光景は見納めとなります。七尾線は IC カード乗車券は今まで使用できませんでしたが、521系導入が完了したら使えるようになるようです。切符を買い、今度は金沢駅の電車に乗車します。やってきたのは415系です。詳しい話は明日乗る時に紹介します。いかがだったでしょうか。非常灯が蛍光灯タイプなので、白熱灯タイプだった過去と比べると明るくなったそうです。再び IR 石川鉄道線に入り、金沢へ向かいます。20時31分、金沢に到着です。今日はとりあえずこれで終了なので、改札口へと向かいたいと思います。ここら辺なんかすごいことになってますね。連結部分の前照灯を点灯していて JR 西日本らしさが出ていますね。この部分への転落防止のための注意喚起として点灯させているそうです。過去に連結部分の隙間に転落するという死亡事故があったそうです。下りの貨物列車が通過する時間帯だったため、撮影しました。改札にある緑の券売機で、事前にインターネットで購入しておいた明日使う切符を受け取ります。切符をお受け取りください。ありがとうございました。今回はこちらの北陸お出かけパスを使用します。2580円で記載された区間が1日乗り放題となる切符です。兼六園口にやってきました。こちらが鼓門ですね。新幹線の金沢延伸を見越して2005年に完成したそうです。っていうかそんな前からあったんですね。てっきり新幹線開業に合わせて作られたのかと思っていました。外観はこんな感じ。
夜は綺麗にライトアップされています。今日はこれで終了なので近くの某ネットカフェに宿泊しました。というわけで前編はこれで終了です。次回はいよいよ七尾線に乗車していこうと思います。続きをご覧になりたい方は説明欄のリンクより中編をご覧ください。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。